はい、どうもブロです。今回は溶接で必須の道具遮光ガラスについて解説&紹介していきたいと思います。教科書に電流に対して何番を使用しないといけないっていうのが まずはじめにこちらの遮光ガラスにはいろいろな色味があります。一番メジャーなのはこちらのタイプですね。ちょっとこれメーカーわかんないんですけども、ガラス製になっていて緑っぽく見えますね。こちらは自動遮光ガラスで、見え方は若干緑っぽくも見えるんですけど、こっちのタイプよりはちょっとクリアな緑というか、で見る角度によってちょっと青色が入った感じにも見えたりする時もあります。でこちらがスズキットさんの完全に青に見えるタイプなんですよ。でもう一つがこちらの遮光ガラスにこういう風に重ねてちょっと青く見せれるような透明なプラスチックプレートがあったりします。で必ずですね、こういうすりガラスとか、まあ、プラスチックタイプもあるんですけど、まあ、どのタイプもそうなんですけど、こういう風に重ねてですね、これ重ねないともう一発で遮光ガラスダメになっちゃうんで、こういう使い方してこの面の中にセットするっていう使い方になります。遮光ガラスにはですね、遮光度番号っていうのがあるんですね。簡単に言うと見える濃さです。これはですね、使用する溶接電流によって変える必要があります。これ見ると9番、10番、11番、12番だとか、必ず用途に合わせて色の濃さって別で売ってるんですよ。溶接をこれから始めたい方は何番を使用したらいいのかわからないと思うんで、そしてプロの方とかもなんとなく見える番手を使用している方もいるんではないでしょうか。でこちらの教科書なんですけども、まあ、通称 US っていう資格を受けるときにもらう教科書なんですけども、こちらの教科書に電流に対して何番を使用しないといけないっていうのが載ってるので説明していきたいと思います。こちらの話を守らないと視力落ちてしまったり目の病気になったりしかねないので、しっかりと聞いてください。まず被覆アーク溶接ですね、まあ、よくあるこういう溶接棒を使った溶接なんですけども、こちらは遮光度5番6番なら30アンペア以下、7番8番は35アンペアから75アンペア、9番から11番は75から200アンペア、12番から13番は200アンペアから400アンペア、だいたい使うんだったら7番から12番ぐらいが一番使う遮光ガラスなんじゃないかなと思います。でガスシールドアーク溶接ですね、まあ、こういう半自動の溶接機、これ送球装置なんですけど、ガスシールドアーク溶接って炭酸ガス使用した溶接とかいろいろと種類があります。こちらの教科書に表記がないんですよ。まあ、使うなってことなのかわかんないんですけど、9番から10番は100アンペア以下、11番から12番は100から300アンペア、300アンペア以上使うなら13番以上を使うと表記されています。これを見て結構衝撃でしたね。溶接工の方も突っ込みたくなると思います。っていうのは暗すぎて見えないだろうって声が聞こえてきます。でこの値が目に害がないというと思うとしょうがないのかなって思ったりするんですけども、電流に対して間違った遮光度ガラスを使用してしまうと、本来目印になる場所が見えにくくなってしまって、溶接がうまくできなくなってしまったり、眩しくてどこ狙っていいか分かんなくなってしまう可能性があるんですよ。で僕はですけど、教科書のこの数値を守って使用すると暗すぎて正直見えにくいです。なので現状この通りやってる方はいると思うんですけども、僕は教科書より番手下げて使用してる感じですね。普段は鉄骨の溶接して電流は300アンペア以上扱ったりするんですが、遮光度は10番を多く使用してますね。自分的にどんな溶接でも10番ってオールマイティなんですよ。でただ10番を使用し低電流域だと気になりませんけど、高電流300アンペア以上扱うとすごく目が疲れます。で11番使うと見えにくいんですが、目の疲れは軽減された気はしました。やはり教科書の記載はそういうことなのかなとは思うんですけども、視力はとりあえずは今のところ落ちてはいないです。で個人的な意見なんですが、溶接の光で目を焼いた方が視力も下がるし病気にもなりやすいかと思います。でいろいろな電流を扱う方はやはり気軽に遮光度を変えられるこちらの自動遮光がおすすめです。まあ、自分このデジメタルの遮光度を7段階調整できるタイプの、ちょっと高いんですけど、
これをおすすめします。こう見たらわかるんですが、これ遮光度が2番の遮光になっている状態なので、面をかぶったまま蓋をパカパカして狙い位置を確認しなくても見えるので楽だし作業しやすいんですよ。で、自動遮光になれると普通の遮光ガラスだと蓋パカパカするのが面倒くさくなってきます。やらかしてスパッといっぱいついちゃってるんですけど、電池式なんですよ。でこちらのセットになって、あの電池が6個ついてて、まあ、しばらく電池買わなくても済むんですけども、この感度も自由に変えれるんですよ。で、感度が高いとグラインダーの火花とかライトとか誰かがやってる溶接の火花でも反応してしまったりするので、自分の状況に合わせて調節することが必要になってきます。で、デメリットはちょっと高額なところ、そこがちょっとネックですかね。15,000〜16,000ぐらいだったっけな、それぐらいします。こちらにあのセンサーがあるんですけども、こちらのセンサーが障害物でアーク光が遮られたり、汚れヒュームであの汚れたりすると反応しなくなったりする場合があるんですよ。で、感度調節して対策したり、汚れとかスパッタですね、でこういう付着には気をつけて管理する必要があります。で、中でもおすすめなのが、以前ショート動画ですね出したんですが、こちらのスズキットさんの青色遮光、結構前にあの晴天の霹靂という遮光ガラスがあったんですが、とても人気商品で製造上の理由で惜しまれながら廃盤になってしまった商品です。で、生まれ変わって復活した商品なんですよ。で、ネットでも売り切れてしまって、入手がちょっと難しいような状況になってます。少しあの割高なんですが、青色はあの目が疲れにくいっていう方も多くてですね、緑色が見えにくいって方は試してみるといいかもしれません。番手はあの最初あの10番と11番の2種類しかなかったんですけども、9番と12番が新しく追加されました。で、気になってた方は朗報ですよね。で、こちらの商品は番手が一つ明るく見える特徴があるんですよ。まあ、9番だったら8番、10番だったら9番、11番だったら10番、12番だったら11番。Amazon のレビューにも番手が一つ明るく見えると書いてあったり、周りの溶接工の方も言ってました。で、実際にどう見えるか、9番から12番までアークを出して実験してみたいと思います。金色にというか、見える方をこっちの面に、表面にして使用してください。反対にするともったいないですで、今あのいろんな電流試してみたんですけど、遮光度9番を使用するときは結構120ぐらいまでが一番限界かなっていうか、個人的にですけど、それ以上上げてしまうとちょっと目がチカチカしますね。あの9番を使用する方は120アンペア以下で使用するのがおすすめです。で、今あの11番なんですけど、316アンペア 37.4 ボルト、これでやるとですね、若干やっぱりあの目がちょっとチカチカします。なので11番を使用する場合は300アンペア以下って感じですかね。結構11番でもですね、100アンペアぐらいまで下げても結構しっかり見えます。チカチカしないっていう条件で溶接すると11番300アンペア以下かなっていう感じしますね。で、今ここなんですけど、まあ、低電流用ワイヤーでちょっとめちゃくちゃ電気上げてんで、まあ、すごいことになってるんですけど、380アンペア 43.4 ボルトで溶接しても、遮光度12番は全然目がチカチカしないですね。で、電気120アンペアぐらいで今溶接してみたんですけど、まあ、見えなくはないですね。やっぱりあの遮光度番号が9番とか10番に比べると、溶接してる周りとか狙い位置がやっぱ暗いので、その分見えにくいかなっていう感じはするんで、300アンペア以上というか、かなり高電流で溶接される方は遮光度番号は12番の方がいいんではないかなと思いました。
ちょっと電圧高すぎました。普通の遮光ガラスは値段が安い。デメリットは落とすとすぐ割れる。遮光度が自由に変えられ、感度、溶接から遮光2番に切り替わる戻りもお好みにできる。遮光ガラス越しでも狙い位置が見えるメリットがあります。デメリットはセンサーの汚れ、障害物で反応しなくなる場合がある。電池交換が必要になるですね。熱を持ち熱くなるという方もレビューにありました。海外製品でタイプ C で充電できるタイプが出てきているので、スズキットさん作ってください。最後に、青色遮光プレートのメリットはプレート自体があまり熱を持たない。プラスチック層もあるからか、普通の遮光ガラスより割れにくい、目が疲れにくいという方が多い。デメリットは4000円以上するので少し高額、青が見えにくいという方も少なからずいます。 DIY で使用する方は9番から10番をおすすめします。ご視聴ありがとうございました。